小ブボードは両種子によるタッピング奏法に特化した弦楽器である。正式名称は小ブシンメトリックボードであるが小ブボードの名称が一般的である。ナム2007小ブボード 1, 1> ナム2007基本的な構成はチャップマンスティックやそれに準じた構造を持つウォーギターと共通しているが開発者の小ブがチャップマンスティックや ウォーギターを演奏して見出した様々なウィークポイントを解消したものとなっている。当初は小部が自らチューナーなどを自作しており、スタインバーガーのヘッドレスギターのようにブリッジ側のファインチューナーで弦を巻き上げてチューニングするというものであったが、後にディバイザーによって商品化された際にヘッドが設けられ、普通のギターのようにペグによってチューニングする方式に改められている。ペグは 巧妙に配列されており、ベースサイドの低音側3本は、ベース用のペグ、ベースサイド高音側3本とメロディサイドは、ギター用のペグを使用し、ギター用ペグはすべて溝の中に落とし込み、斜めに取り付けることで、ヘッドのコンパクト化を図っている。ベース用ペグ以外の弦は交互に貼られるようになっている。基本的に12弦で、指板の中央から両端に向かって音程が高くなる。 チューニングを採用したスティックや、ウォーギターとは違い、逆に指板の両端からチューニングが高くなるように設定されている。理由については後日。演奏する際は、左手でベースおよびコードを、右手でメロディをそれぞれタッピングすることにより演奏する。本体のモノラル、ステレオの切り替えスイッチによって、ベースサイドとメロディサイドを別々に出力したり、 同時に出力するモードを切り替えることが可能となっている。2016年現在、小屋ブボードの生産は終了しており、新品の購入は困難となっている。前述したように、ジャップマンスティックや、ボーオギターとは違って、弦の貼り方が、指板の中央に向かって音程が高くなるように、逆向きに貼られている。スティックなどのように、指板中央に低音が集まっているチューニングの場合、 ベースラインを演奏しているうちにメロディを弾いている、もう一方の腕が交差してしまい、演奏性に支障をきたしてしまう。これを解決するために、小籔ボードに採用されたのが、アンクロスチューニングである。また、中央に低音が集中すると、密集和音を演奏する場合に低音ばかりが集まってしまい、実用的でないばかりか、高音域での和音のボイシングが極めて狭いものになってしまう。 これをアンクロスチューニングで高音域の弦を指板の中央に寄せることによって従来のスティックやウォーギターでは得られないコードボイシングが得られるほかステレオ出力にした場合に左右のチャンネルに音をパンニングさせるなどの面白い効果が得られるようになるチャップマンスティックの場合演奏する際にはボディ裏に取り付けられたフックをベルトにかけさらに特殊なショルダーストラップを使って立奏する 形になる。しかしこの場合は必ず着衣のベルトが必要になることから、スカート等では楽器を保持できない。また、座奏が難しいという難点がある。チャップマンスティックの発展型とも言える、ウォーギターの場合は、通常のギター用ストラップで保持できるほか、通常のエレクトリックギターと似た形状のボディが設けられたことから、座奏が可能となっているが、それでも両者には、 通常のギターやベースの弦を転用することができず、それぞれ専用の弦を用意しなくてはならないという様々な難点があった。小籔ボードでは通常のストラップが使えるほか、角度や高さを無段階に調整できる専用スタンドが用意されているため、椅子に座った状態でもチェロを構えるような形で演奏が可能になっているほか、ストラップを使わずに演奏することが可能となっている。 スタンド仕様の場合、これによってネックを手で支える必要がなくなり、両手が完全にフリーになることで、親指までを使った10フィンガータッピングによって、幅広い音域の演奏が可能となっている。ネックのスケールも、ジャップマンスティックや、ウォーギターよりも短いため、通常のギターの弦が使用することが可能となっている。アンクロスチューニングをスタンダードチューニングとして採用した以外にも、 こういった工夫によって従来のタッチスタイルギターのウィークポイントを克服することに成功している。最上級モデルで表面にキメが美しいキルテッドメープルまたはスポルテッドメープル、カリンをマホーガニーのバッグに貼り合わせたボディ、メープルネック、ローズウッドまたはメープルの指板という構成となっている。ローズウッド芝にはアノマロカリス等の古代の生物をデザインした。 インレイがポジションマークにあしらわれている。ピックアップは小ブボードのために独自に開発されたハムバッカーでベースサイドとメロディサイドが独立した構成となっている。両側のピックアップは平行四辺形の一体型カバーによって一つにまとめられている。コントロールはメロディ、ベースそれぞれに対応したボリュームとトーン、そしてステレオ、モノラルの切り替えスイッチとなっている。また、 ロランのギターシンセサイザーに対応したピックアップとコントロールが搭載されたモデルも製品に加わっている。基本的な構成はコヤブーボード SP と共通であるがポジションマークのインレイがドットタイプになりボディ材がライトウェイトアッシュとなっている。ロランギターシンセサイザー対応機種もラインナップに加えられる。ボディ材がアルダーとなりピックアップが 通常のエレクトリックギターに使用されるものと同じタイプのハムバッカーを採用し、コントロールもベースサイドとメロディサイドのボリュームとステレオ、モノラル切り替えスイッチのみとなり、機能を必要最小限に簡略化しながら、手頃な価格で小籔ボードを購入できるものとしている。ベースサイドの3本の弦以外のペグはすべて盤上タイプのペグを採用している。 このモデルのみ中国のバカス工場による生産となっている。ありがとうございます。